岐阜県立岐山高等学校は岐阜県岐阜市にある公立高校。1958年創立で学校名の名付け親は元岐阜市長の松尾誤作。通称でもある岐山はもともと織田信長によって井ノ口から岐阜に改名される際に州の古事に習い沢彦によって提案された候補の一つであるが松尾によれば父親で 元貴族院議員の松尾二松の号であるという、全日制で普通科と理数科があり、理数科は県で初めて設置され、かつてはスーパーサイエンスハイスクール指定校であった。岐阜市の最高峰であるとどが峰の南西六に所在し、校歌にもとどが峰が歌われている。豊かな上層と強固な意志を備えた、心身ともに、 健全な人間を育成することを目指し、躍進、祈願の意気と誇りを持て、全力を尽くして学業に励め、礼に正しく思いやりのある人となれ、強権な心身を作れという教育目標を定めている。放送部が全国大会に出場経験があり、理系に強い学校らしく、地学部理部や科学部、生物部などがコンクールで優秀な成績を収めている。特に地学部理部は、 1> 第1回中高生南極北極オープンフォーラムにおいて最優秀賞と優秀賞を受賞し、2005年には県民栄誉賞も受賞した。ありがとうございます。